角度が欲しいな、あ、これはどう？ちょっと上見た、いったいったいいんじゃない？これに行こう。公園に来てます。やっと秋じゃない？やっと長袖だ。うん、ほんと、やっと、やっとだよ。あ、2枚もらってきた。熱い、熱い。初めて、パンプキンなんとか、ね、そう、それだ。パンプキンしてみた。うまいよ、パンプキンスパイス。私アイスも結構好き。え、迷ったけど、あったかいのにしちゃった。出して、え、この間一緒に行ったの？あの、芋虫ロード歩いた時に、の芋のやつ？あ、はいはいはい。で、もう終わっちゃった。今は終わったかな。そっか、で、今かぼちゃった。うん、大丈夫。あ、やべ、混ぜ忘れた。めっちゃ始めた。うん、兄さん上からかけてる。何周入れますかって初めて聞かれたかも。お店によって違うのか。なんかね、蜂蜜入れてくださいって言ったんだけど、あんま分量まで聞かれることないかも。じゃあもうさじ加減だ。うん、多分基準っていうか基本あるんだろうね。何周とかあるのかな。結構入れてくれてたよね。ああ、3週って言った。なんとなくキリがいいから。確かなんかソース系入れる時も3週ぐらいしてた気がして。うめえ。ね、光って何も見えない、ね、見えるか違う。え？ダメだ。黒抜きしてくれてると見えやすい。確かに。今の時期が一番好き。わかる。でもどうせ一瞬でいなくなるんでしょって。ちょっと最近もね、怪しかったもんね。あれ、また夏来たみたいな。ない。かと思ったら今朝とかすごい寒かったし、うん、難しい。もう昼と夜の寒暖差よね。うん、ほんとそう。あと花粉、あ、やっぱいる。あ、今んとこ大丈夫、うん、でも効く。そうなの。あとくしゃみ出るかも。あ、くしゃみしてる人多いかも。もうダメかも。くしゃみ出たらアウトかな。もうそういう時期ですよね。難しいよ。過ごしやすい時って花粉飛ぶんだもん。本当、ね。どっちかにしてほしいな。うん。そうね。本当に全てにおいて好条件な日ってあんのかな。どうなんだろう。まあでも今日わりかしすごい、今も歩いてたけどめっちゃ気持ちよかった。風もいいし。確かに。ね、20度前、20度前後だね、やっぱり。前後くらいか。うん、こっからちょっと寒くなるっぽいけど、もうちょっと秋長くていいの、ね、全然ついていけないよ。ついていけないっすわ。ずっと秋みたいな国はあるのかね。わー、どっかにはあるんじゃない。だってずっと夏もあるんじゃない。湿度かな。湿度、それだ、うん、なんか今年の冬は雨、雪多いらしいよ。どうして。どうして。もう悲しい。マジ、なんか勝手にこんだけ夏暑かったんだから、うん、きっとあったかい冬なのかなとか勝手に想像しちゃったけど、そんなことはないんだ。今度は湿気ですって。もう頭から
キノコ生えちゃう、そんな湿気ばっかり。好きだけどキノコ。自家栽培。もう自家栽培もう大変だよ。でも最近、うん、あのもうエアコンもつけなくてよくなってさ、うんうん、よく夜とか換気してるんだけど、うん、サリーちゃんが あのお布団着てくれるようになって最近一緒に寝てる、そう季節を感じる。最近動物の習性できた。そうちょっとやっぱ顔丸くなるんだよね。あそうなんだ。毛が抜け替わって。なるほどね、うん、あもうそろそろ冬毛だって最近ここに左側が壁なんだけど、はいはいはい、ベッドが絶対右のねここに頭突っ込んでくる、うん、気持ちいい隙間があるんだ。でもここが好きだな。かわいすぎる。でもギューってやると逃げちゃうから、なんかサワ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 してグルグルしてかわいいんだ。動物ね。なんかこの間うちのお母さんも、うん、ストーリーかなんかで判明したんだけど、ママインスタやってるの。やってる。すごい。パパもやってる。マジ？パパは何？飛行機乗せてる？いや、バイク。かっこいい。大型バイクの免許取って。パパバイク乗ってるの？そう、って死ぬでって言ってる。事故って死ぬでって言ってる。ね、そうかっこいいね。そうなんか最近でも数年前だけど、うんうんうん、乗ってんだ。休みの日に乗ってるらしい。楽しそう。すごいすごいね。空と陸空と陸走ってんの。確かにかっこよ。そう家族の話で言うとさ、こうなるめっちゃ怖かった時のことがあって、うん、なんか父親に、うん、その用事があったから、うん、何時今日の何時ぐらいに電話していいって言って許可を取って、うん、日本いる？いるいる。あ、そうだね。そこからだよ、まずね。今どこに？今日日本いる？いるよ、うんうんうん、何時ぐらいに電話していい？うん、分かった、分かったって言われたから。かわいいとか。その前後30分ぐらいでかけますみたいな、うん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 、ちょっと電車乗ってるかもしれなかったからその辺でかけるねって言って、うん、で、その時間になって、うん、ちょっと遅れたんだけど電話して出なくて、あらで、約束したけど出ないな、うん、まあでも割と出ないこと多いのよ。そうだね。そうちょっと心配だね。そうで、10分後くらいにまたかけたの、うん、出ないの。あらで、約束の時間から30分くらい経ってさすがに30分経ったからもう気づいてるだろうと思ってかけたら出なくて、ねえ、なんだ、うん、約束したことに対しては割とちゃんと、まあ、遅れても、うん対応してくれる人だから、うん、なんでだろうと思って、うん、母親に連絡したの。日本にいるってことは家にいるはずだから、うん、確かに今パパ家いるって LINE したさ。記録がつかなくて、うん、おかしいだと思って電話したの、ママに、うんうん、出なかった何？うちのお母さんは父親と違ってすぐ携帯見て確認して、うんうん、レスが早いタイプの人だから記録もつかない、電話が出ない、あれと思って、うん、父親出かけるって言ってたんだよ。出かける用事があるから何時ぐらいだったら、うん、電話するよ約束した時間ぐらいだったら帰ってると思うからって、うん、言われて二人して出かけてんのかな。ありえる。ありえるな、うん、車で出かけてる可能性がある。あ出れない。車はそうね。でも30分、約束の時間から30分、2人して出ないって、なんかあったのかなってすっごい心配になって、ちょっとそうそうしたよね。そう、15分くらい2人にかけ続けたんだけど、全く出なくて、おい、何？大丈夫？やばいやばいってなって、最終手段、弟が、あの、いるかもしれないと思って、LINE したの。たくん？そう。そしたら、まあ、5分後くらいに弟から LINE 返ってきて、ああよかった、ね、2人ともいるよっていうの家に。家に？あれ？よかった。よかった。なんでやったよかった。ちょっと私電話かけたんだけどなんで2人とも出ないのかちょっと確認してって言って、うん、そしたら父親から電話がかかってきて、うん、笑いながら、うん、ごめんご飯食べてたって。
いっぱい食べ、辛いご飯食べ、みんなでご飯食べてて携帯置いてきてしまったから忘れてた。そっか、目離してたんだね。かわいいパパ。こっちどんだけ心配したと思ってんの。よかったよ。マジで焦った。かわいい。え、ママも一緒に食べてたの？そう、料理してご飯食べてたから気づかんかった。やっぱ吉岡家好き。かわいい。こっちどれだけ心配したと思ってんの。いろんなこと考えてた。事故ったんちゃうかとか、うんね、うん、そう考えて、めっちゃ心配したいだってめっちゃ笑った。万が一を考えちゃうよね。ごめんって言ってた。よかった、うん、よかった、本当によかった。その15分マジで気が気じゃなかった。話せた、ちゃんと、うん、よかった。解決しましたけどね。パパどんな人なのか全然私想像つかないんだよね。変な関西弁を使う。出身は東京。あ、東京生まれで。そう、途中でじゃあ大阪に引っ越した。あ、そう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 、拠点が今あの伊丹空港で、あの大阪の大阪伊丹空港だから、ほう、そこに今家族その近くに住んでて。パイロットも拠点は一応あるのか。うん、ここそう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 、なんか出勤、出勤する会社っていうのがまあ空港の近くにある多分会社なんだけど、うん、その住所がもう完全に大阪伊丹、伊丹空港の住所。じゃあ帰ってくるときもそこなんだよ。あ、そう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 。え、週にどのくらい、週っていうか月でどのくらい日本に帰ってきてるの。どんぐらいかな、時期にもよるか。うん、でも1回海外から帰ってきたら1週間ぐらい、1週間弱ぐらいはいるんだよね。あとお休み、それでも日本も、いや、完全に休みだと思う。時差ボケとかいろいろあるから休まなきゃいけない。そうだよね、そうだ、海外行ったらそうだよな、時差ボケあるよね。国内だったら割とビュービュー飛んでること多いけど、うん、決まってないの、ちゃんと。じゃあ多分ルールあるんじゃないかな、詳しく聞いたことないけど、うん、なんか大体長期的にどっか行ったらしばらくいる。うーん、え、向こうにじゃあ例えば海外飛びました、うん、で飛んだ先でも滞在するの？あ、するするする。どのくらい？どうだったかな？数週間くらい？ 2、3日。2、3日？ 2、3日だと思う。え、その間って、うん、バカンスしてていいの？多分あの待機かな。なるほど、うん、でもあの一緒にそれこそアメリカ、うん、ロサンゼルス、私が仕事で行った時は、うん、同じ飛行機で行って、うん、あ、運転して操縦して、うん、で、あの次の日大谷翔平のそうだ、ボスだもんね。そう、見に行ってて、いいな試合。私、そう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 、なんか後輩と一緒に行ったらしくって、いい、で私が帰る前の日には帰ってたから、多分 2、3日だと思う。あ、帰りはパパの便じゃなくて、じゃなくて、そっかそっか。え、めっちゃ羨ましい。そうだよ、ロスって。そう、ロサンゼルス。ちょうど試合やってたんだ。いいな。うん、なんか。私がそのロサンゼルス行くってなって、うん、まあ、この便で行くらしいよって送ったは送ったんだけど、うん、なんかたまたま合わせてくれたらしくって、そのリクエスト制も聞くらしい。それって本当なんだろう。らしいらしい。私ドラマとか映画とかで本当にある。パイロットがそのこの日のこの便乗りたいって言って申請することができるみたいな描写ちょいちょい見るから、多分100確じゃないと思う、うん、けど希望は聞いてくれるみたいな感じらしくって。最高じゃん、娘乗る便。そう、でも運転その便に乗りたい理由は完全に大谷翔平の試合を見に行くから。あ、そっち、そっち。たまたま時間的にあったからっていうこと言ってた。無事通ったんだ、うん、いいなぁ。すっごい良すぎ。え、メッシーたちは球場とか行ってない？あ、い、行かなかったね。そっか、私らはあの向こうのディズニーに行った。うん、そうだ、ディズニー行ってた、うん、いいなぁ。もんちゃんもそのうち行くんじゃない。まだ順番回ってくるかな。うん、なんか雰囲気的には恒例にしたいっていう感じ。連れてって。あったけどね。いいな、もう81いっぱいいるからさ、プロセカチーム。そうだね、順繰り行けばいいんじゃないですか。連れてってほしい、本当に。いいなぁ。まだ、あれだよ、あのお土産の石鹸、メッカワ石鹸、
すごい。めっちゃいい香りする。アメリカンの香りがする。そうそう。やっぱさ、かわいいよね。かわいい。向こうの。色もビビッドだし。何回やってもずっとあの色だから。うん、ずっと。変わらずにいる。ずっと変わらず。めっちゃいい香りする。そう。全然減らん。いつなくなるか。パンドケーキぐらいでかいね。そうあれなんか向こうでいうところの成城石井みたいな、ちょっとおしゃれなスーパーで、ああ素敵、うん、ラッシュみたいな、あみたいな、そうそうそう、ちょっといい石鹸、うん、しばらく入れとくと入れてたカバン自体がすごくいい匂いになる。お池さんも言ってた。そうそうそうマネージャーさん、そう帰りのキャリーバッグが石鹸の香りを言ってた、うん、そうそう、うん、めっちゃいい。海外行きたいな。またあるかもね、機会いつか待ってる、うん、せっかく作ったからパスポート。そうだよ、10年、あ、嘘、9年か、うん、残り9年経ったから、そう、韓国も食べてあと9年気軽に行けるようになればいいんだけどな。新幹線乗るぐらいの楽さ、ね、確かにそのくらい、やっぱすごい荷物緊張する、うん、止められるんじゃないかって調べていくけど、いつまで経ってもやっぱ飛行機の乗り方が分かんなくて。あ、マジ？もう仕事の時はさ、うん、用意してくれるじゃん、だからその通りに乗るけど、ね、ついていくだけないよね。あのチケットの取り方が分かんない。分かんない、私も分かんない。あれだけは本当に、私空港のシステムもよく分かってない、うん、だからその荷物を預けるのにさ、うん、なんだ、なんか機械、あやる、ね、それこそ改札機みたいな何かを操作した記憶はあるの、うん、で教えてもらうままにピッピッってやってビーってなんかシールが出てきて、うんうん、それを荷物に貼って、でマネージャーがこっちだよって呼ばれたところに、そうでテープ貼ってこうやるんだよ、バイバイ荷物って、うん、そのままついてったから、その記憶だけあるんだけど、もう乗り口もいっぱいあるし、人も多いし、でもすごいテーマパークみたいだった空港。確かにすごくない、綺麗になってんだよね、どこの空港も、うん、ご飯屋さんもいっぱいあった。空港だけでも1日過ごせたし、夜景とかも綺麗で、うん、展望台がすごく好きで、飛行機の離陸とかも見るのも好きで、羽田空港の、うん、国内線の方の展望台は、カフェとかも併設されてて、あ、すごい夜綺麗なの。普通に遊びに行けるね。あ、全然行ける、全然行けるそうなんだ、うん、それは あれだね、飛行機乗る以外の人も全然いい、全然行ける、そのエリアにあるんだ、うん、JAL 側、ANA 側、うん、あと国際線、だから第三ターミナル、うん、でそれぞれでいくつかあるね、そうだ、お気に入りのお店をピックして、うん、ここに行った時はここのお店大体行くとか、時間潰しとかも、そう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 、なるんだ、面白い、いいな展望台、いいな、今度普通に行きたい、好き展望台今しかも一番気持ちいいんじゃない、気持ちいいと思うよ、時期的にも、カラッとして絶対空港行って集合時間の30分から1時間前ぐらいに行って、うん、展望台こうやってしてるし、うん、最高、心の余裕もあるし走らなくていいんだ、そうそうそう、間に合わないっつってなんて大人なの、たまに見かけるよね、うん、走ってる人いるよ、あの羽田行きの電車とかさ、うん、乗ってると荷物抱えて車両走ってる人とか見かけるよね、大変だ、無事に着きますよ、乗り口の改札近い降り口とかあるんだろうな、うん、羽田の方って、うん、飛行機乗らないと用事ないよ、そうなんだ、羽田とか、あ、そうそうそう、あと羽田で一回私ロードクやった、え、あ、
るの、何あるんだよ。イベント会場があって1個。そうなんだ。あれは国際線のだから第3ターミナルかな、最寄りの、うん、ゴリゴリのゴリゴリじゃん。そうなんだ。え、あの辺ホール、ホールみたいな、へえ、あるイベント会場。東京から15分くらいだから羽田もっとかかる。品川駅から京急に乗って、出た京急赤いやつ。そう、もう羽田空港線みたいなあるよね。めっちゃ飛行機のマークついてる。途中ほぼ止まらないみたいな、うん、やつ乗って。どれくらいだろう。あれ、私羽田行った行ったか。あれ、この間、あ、違う、マイシーは成田。私は成田から。あ、じゃあ私羽田行ったことあるんだ。じゃあ羽田行ったことあるんだ。あれ、そっか、じゃあ乗ってるはずだな。新宿から、確かに新宿から羽田空港まではどれぐらいかかるんですかっていうと、出る、あ、結構神奈川、もう羽田って神奈川、千葉の方じゃない逆だった。あれ、あれ、違う違う違う、川崎の方だ。全然違う。あ、じゃあもう千葉はディズニーだ。千葉はディズニーだ。混ざっちゃうよね。本当だ。京葉線、京急だ。だから電車で40分くらい。新宿。でもそのくらいで行けるのか。うん。ああ、モノレールもあるね。うん、モノレール好き。ワクワクする。モノレール可愛いんだよ。うん、なんか最近、そう、キキララがラッピングされてたりとかして。コラボか何かかな。多分、でも結構長いこといる気がする。あ、そう、レイヤがめっちゃ話戻る。可愛い。レイヤが9歳になりました。あら、おめでとう。かわいい。キュルンキュルン。